MTG だ。 MTG をするぞ。 MTG？ ネプちゃんネプちゃん、ジャガちゃんが言ってるのは多分ミーティングのことじゃないかな。その通り。とにかく MTG だ。 MTG をしなければ何も始まらない。ジャガちゃんは MTG って言いたいだけかもしれないけどね。とにかく第一作のネプビートがそこそこヒットしたから、この勢いが落ちないうちに何かしておきたいところね。お祝いのパーティーとか？ちっかー！それは散々やったでしょ！パーティーなら今度は花火を打ち上げたいな。うちのエリアの人たちみんなが見えるくらい大爆発するやつ。実は僕も披露したいマジックが。ヒットしたからっていつまで浮かれてるの？そろそろ切り替えなさい。あとジャーガーはマジック禁止。なんだと？マジックのたびにいろんなものを燃やしてたらそうなるよね。それはレディオの作った装置が強力すぎたからだ。はいはい、マジックの話はおしまい。準備ができたら会議室兼社長室に集合よ。いいわね。それではこれより会議を始めます。司会は私ね。なぜなら賢いから。 MTG だよ MTG。 はいはい、ジャガちゃん落ち着いてね。カラフルおでん食べさせるよ。とりあえず今の世界の状況についてもうちょっと詳しいことを話しておきましょうか。今回は私たち以外のメーカーについてね。今は群雄割拠のメーカー戦国時代だっていうのは前に話したわよね。特に有力なのはファーストメーカー。それぞれに独自のハードを持っていて販売エリアも広大なの。それに続くのがセカンドシスターズって呼ばれてるメーカーたちだね。独立したメーカーではあるけど、ファーストメーカーのお抱え的な存在だよ。それからゴールドサード。独自ハードこそないがソフトの開発力はすごく高い。どのメーカーも有名タイトルを複数抱えている。あれ？ゴールドサードってこの前の？あなたたちのそのゲーム、販売差し止めを求めてメーカーズデュエルを申し込むわ。ああ、その通りだ。彼女たちの実力は女神にも引けを取らない。もちろんゲーム開発においてもね。前に勝てたのは彼女が本気じゃなかったからだ。もしまた戦うことがあるようなら今度は心して挑んだ方がいいだろうね。やっぱり強いよね。機嫌万丈って感じがしたよね。主な勢力はそんな感じだね。ピラミッドだと一番上のとんがったとこがファーストメーカーよ。その下にセカンドシスターズ、ゴールドサードが続くようなイメージだ。実際この2つは技術力も売り上げも拮抗している。で、私たちはこの辺りかな。一番下？仕方ないよ。まだ一作しかゲームを発売してないんだから。ネプビートを発売する前はピラミッドの中にすら入ってなかったわけだけど、やっと僕らもニューフォースの仲間入りさ。ニューフォース？勢いにあふれる新進気鋭のゲームメーカー、つまりは私たちのことよ。勢いしかないとも言うけどね。人も技術も設備も全然ないから。いいのよ、勢いさえあれば。
他のものは後からついてくるんだから。まずはメーカーの知名度を上げてゴールドサードに並ぶのが当面の目標だね。下克上で逆転劇なんて主人公っぽいよね。ワクワクする要素しかないよ。前向きなんだか適当なんだかわかんない社長ね。でもそんなあなただから私たちも願いを託せると思ったのよね。あのね社長、ピピたちは何もシェアのためだけにゲームを作りたいわけじゃないの。今のゲーム業界はメーカー同士の横のつながりがほとんどない。だからそのメーカーのゲームはそのメーカーの販売エリアでしか買えないし遊ぶこともできないのよ。じゃあすっごく面白そうなゲームがあっても販売エリアじゃなかったら諦めるしかないの？そうよ、悲劇なの。ピピたちはそんな状況を変えたいのよ。世界中の誰もが遊びたいと思うゲームを作って世界を一つにすること、それが私たちの本当の目標なの。その通りだ。どんな計算も全てはその願いのため。他のことがどんなに面倒くさくなっても気が変わってもこれだけは譲れないんだよね。うん、分かった。みんなの願いは私の願いだよ。一緒に面白いゲームを作っていこう。ネプちゃんは前向きでいいよね。その調子で私を楽させてね。ともかく道のりは長い。目標達成のためにはこまめな計算が必要だ。 Do the math。 はーい、じゃあ今はそれぞれにやるべきことをやろっか。どうだ、予約はできたか？は、それが。なんだ、ウェブサイトにすら繋がっておらんではないか。申し訳ありません、マジェコンヌ様。このアジトは回線が弱いもので。ぐにゃ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 、おのれ。おい、飯はまだかよ、腹減ったぞ。私は犯罪の下準備で忙しいのだ。そんなに飯が食いたければ自分で用意しろ。なんだよ、ケチくせえな。だいたい犯罪の下準備とか言ってるけどよ、お前らがいつもやってることなんてただのゲームの買い占めや転売じゃねえか。やめちまえよ、そんなちっちゃいこと。やるだけ無駄だぜ。小さいとはなんだ、そして無駄とはなんだ。いいか、この世に無駄な悪事などない。こういう地道な悪さの積み重ねがいずれは世界を滅ぼす大災厄につながるのだ。へっ、アホらしい。なに、そういう貴様こそ少しは働いたらどうだ。この無駄飯ぐらい。お前が面白いことを始めてくれるなら手を貸してやってもいいと思ってたけどな。けど今のままじゃ点でダメだね。つまんねえ、ぬるい、おまけにせこい。これならネプテューヌに捕まってた頃の方がまだマシだぜ。ま、黙って見てんのも退屈だと思ってたとこだ。俺がもっと派手で面白い方法を教えてやるよ。俺の言う通りにすりゃお前の言う世界を滅ぼす大災厄とやらも本当に実現するかもしれねえぞ。なんだと？そう警戒すんなって。悪い話じゃねえからよ、耳貸してみな。ネプネプ？ハサミなんか持って何してるの？郵便物が届いてたから開封しようと思って。ピピも一緒に開ける？どうせまたダイレクトメールとかでしょ。マンション買えとか健康食品買えとか。読み終わったら適当に捨てといてちょうだい。はーい、チョキチョキ
何ニューフォースサミットへのご招待だって。見せて！っていうか貸して！ニューフォースサミットの招待状？本物だわー！ジャーガたちにも知らせなきゃ！来て！社長！ジャーガ！リディオ！これを見て！ニューフォースサミット？本物なの？ペペちゃん！ねえねえ、さっきから言ってるそのニューフォースサミットって何？ニューフォースだけが集まるゲームソフトの展示会のことだよ。このニューフォースだけっていうのが重要なのだよ。ゲームのイベントはたくさんあるけど、目立つのは資金力のある大手メーカーばかり。小規模メーカーは参加すらできないことも多い。しかしこのニューフォースサミットはニューフォースだけのイベント。大手は基本的に参加できない。だから僕らの DDJ 独壇場ってことさ。つまりはうちのゲームを宣伝する大チャンスなのよ。僕らのような小さいメーカーでは宣伝にもあまりコストを避けないからな。こういう機会は貴重だ。もちろん参加するよね、ネプちゃん。ゲームの展示会か、面白そうだね。参加しよう。よし、そうと決まったら早速イベント用のディスク開発に取り掛かりましょう。開発したい内容を選択して LINE を動かしてみてくれ。広場に来てくれた人にも協力してもらえるから、いろんな組み合わせでディスクを作っていこうぜ。じゃあ開発始めよっか。があれば後から助言もできるから、今は完成を待つだけね。どうしようかな。来たる！凄腕クリエイター。社員のことを考えるのがいい社長なんだよ。もうこれで十分。何をすべきかな。
まずは知ってもらうことが大事なの。これで以上だね。買いたいものはあるかな。これで十分だ。さーて、私たちのゲームを求める声はあるかしら。ドゥーデマース、やっぱり計算通りだ。おお、ここに宇宙を感じるよ。ドゥーデマース、やっぱり計算通りだ。冒険の始まりだよ。目的地はまだかな。目的地まであとどれくらいかな。周りは見ておいてね。ここに行くんだよね。じゃあ出発。冒険の始まりだよ。目的地まであとどれくらいかな。目的地はまだかな。よし、準備できたわ。特命リピットパー。わー、どうだ。それ、ちょっと私に合わせてね。お、倒したよ。歯医者にバー、実験台になってもらおう。ビクトリー V。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。よーし、開発開始。困難の中にチャンスありって言うし、次は頑張ろう。ディスクには作り手の力が宿ることがあるんだよ。で、ディスクを身につけるとその力の恩恵がもらえるんだ。僕らで作った最初のディスク、記念に装備しておくといい。
ふむ。ケース、じゃあ開発始めよっか。何か起きたみたい。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。お宝だよ。何か新体験があるのかも。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。言いにくいんだけど、実は、ありがとう。周りは見ておいてね。うん、目的地はまだかな。やった不意打ちが決まったよ。よし、準備できたわ。ビシッと決めるよ。止めるものさりがしている。倒したよ。勝った。いざニューエクスプレス。ピピも負けてられないわ。隙のない素晴らしい勝利だ。周りは見ておいてね。まだまだ先はありそうだね。
周りは見ておいてね。さあ、賢く相手しましょう。よし、準備できたわ。おや、ちょっと、倒したよ。逃げないでね。一緒に。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。周りは見ておいてね。実はね、言いにくいのだけど、周りは見ておいてね。さて、どんなゲームを作ろうか。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。それ、それ。さあ、賢く相手しましょう。よし、準備できたわ。行け。最後の一撃だ。撃墜だね。いい感じ。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。賢い戦いってこういうことよ。よし、準備できたわ。よっと、切り裂き、ちょっと引き裂いてあげよう。撃墜だね。今だよ。QED 勝利の証明完了。カラフルおでん食べる？こんなのは？これお願い。周りは見ておいてね。目的地はまだかな。やっ、やった、不意打ちが決まったよ。よし、準備できたわ。ビシッと決めるよ。チャンスと見たら入れ。すげえな。バッチリ倒したわよ。やらないでおいてあげよう。食らいなさい。一緒に倒したよ。
ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。うん、目的地はまだかな。ふむ、計算によると目的地はまだ先だ。ここにせよ。よし、準備できたわ。ジャンプ、クリア。よし、スペースボーン。切り裂く。決めるよ。よし、倒したよ。勝った。いった、ニューエクスプレス。ピピも負けてられないわ。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。それ、うん、それ目的地はまだかな。ボーコボーコにせよ。よし、準備できたわ。光れ、今だね。ぶつ切りだ。これでどうかな。どうめ、采配のおかげね。今はどこかな。見てみる。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。まだまだ先はありそうだね。これは計算外だな。何かあったかしら。
これは UG だ。嬉しい誤算だね。お宝だ。やっぱ私天才だね。周りは見ておいてね。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。周りは見ておいてね。周りは見ておいてね。なんだろう、あれ。周りは見ておいてね。周りは見ておいてね。それ天才のパワー見せてあげるわ。よし、準備できたわ。ゴー、ほれー、そこ、ここ狙いながら、これでもいけ。実験台になってもらおう。おお、すごい。今はどこかな。見てみる。それ。まだまだ先はありそうだね。と、ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。戦いは優位に進めないとね。よし、準備できたわ。無理だ。倒したわよ。これでも食らえ。いけ。さあ、ゴーゴー。いいよ。お、無理だ。合わせてくれないか。切り裂く。
敵を減らした。くりゃー、そこ、よし、次、やべー、せーの、社長ですから、どや。ふむ、僕の想定以上だったなんてね。うんうん、強くなった実感があるよ。やほーい、ライドオン。実験台になるかな。よし、準備できたわ。ここだね、切り裂く。いけ、よし、敵を減らした。QED、 勝利の証明完了。実験台にしたいくらいの強さだね。ふう、満足した。ライドオン。目的地はまだかな。ならば敵じゃないか。よし、準備できたわ。逃げた方が良さそうだ。引っ裂いた。切り裂く。よし、敵を減らした。よし、いた。いけ、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 ついたね。油断は禁物だよ。ついたね。実験台になってもらおう。ふむ、僕の想定以上だったなんてね。僕の想定以上だったなんてね。うん、満足した。ああ、ありがとう。どうも。実験台になるかな。よし、準備できたわ。隙が見えた。セイ、
そこ敵を減らして倒したよ。逃げないでね。バッチリ倒したわよ。ま、ピピがいれば当然のことね。ふむ、僕の想定以上だったなんてね。目的地まであとどれくらいかな。ふう、満足した。周りは見ておいてね。ありがとう。目的地まであとどれくらいかな。ふう、満足した。天才のパワー見せてあげるわ。よし、準備できたわ。よっしゃ、ぶつかくらいなさい。チャンス、チャンス、クリア。よし、ごめん。よー、切り裂く。実験台になってもらおう。ピピも負けてられないわ。だよ、レベルが上がったよ。ありがとう。ふむ、計算によると目的地はまだ先だね。満足した。イエーイ。まだまだ先はありそうだね。確認は大事だよ。見逃さないようにね。じゃあ、開発を始めるわよ。困難の中にチャンスありって言うし、次は頑張ろう。おっと、ドゥーダマス。出展用のディスクもできたね。他
に何かやっておくべきことないかしら。落ち着けたまえピピ、やるべきことはやった。あとは KNM の心で時を待とうじゃないか。一応聞くけど、その KNM って何？家宝は寝て待てさ。楽しみだね。当日に向けて名刺の準備もバッチリだよ。名刺なんていつの間に作ってたの？私たちのはあるのかな。やっぱり社長って言ったら名刺は必須アイテムでしょ。もちろんみんなの分もちゃんと用意してあるよ。ネプネプにしては準備がいいじゃない。ピピの肩書きはちゃんとプロデューサーにしてくれた。もちろんバッチリだよ。ほら、ピッピッピッピーで、ピーが一個多いじゃない。あ、本当だ。まあおまけだと思ってよ。そんなおまけあるか。ちゃんとメーカーのロゴも入っているのか。ナイスマス。名刺を持つなんて初めてだ。いっざニューエクスプレス。ディスクもできたし、名刺もバッチリだし、イベントの日が楽しみだね。Thank you.